こんにちは、佐々木です。本日はメルカリ。商品をしっかり梱包して配送しましたが、評価は普通でした。評価の意義申し立てはできますかというテーマについてお伝えします。それでは、早速いってみましょう。はいえー、この動画ではですね、えーっと、視聴者様から質問がありましたので、ぜひね、紹介させていただきます。はいえー、っとこれなんですけどあの、評価の変更っていうのはできるんですけど、えーっと、例えばですね、この場合はですね、購入者の方が、 に直接連絡ししててですねであの評価を変えて欲しいって言いまして、であの購入者の方が評価を変えていただければ大丈夫なんですけど、えー、この場合ですね、あのメルカリ事務局に行っても、多分一応、中間ですね、話の相手っていうか、間取りというか、取ってくるんですけど、相手の方がです、ね、反応しなければ終了です。はい、なので、あの普通評価でもね、あの悪い評価ではないので、 十分かと思うんですけど、えー、まずですね、メルカリの場合はですね、あのそういったふうにですね、えー、と相手の方が優先ですね、購入者が優先になりますので、ぜ、ま、ひ、あ、ねあの、購入者の方が反応しないといさ、いの評価変わらないので、まあ、その点ね、あの注意してやって、今後ね、やっていただければね、いいかと思います。はい。はい、えー、LINE 登録お願いします。LINE していただきますと、えー、30分無料コンサル、10万円稼げるマリヒマニュアルプレゼンします。ニックネームかスタンプをお願いします。 あと、YouTube の質問一切受け付けてません。LINE や登録後によろしくお願いします。本日は最後見ていただきありがとうございます。番組登録お待ちします。よろしくお願いします。ありがとうございました。